いつものスタチュー、みんな同じことが言えるんですけども、やはり大型で高額な商品を塗るにあたっては、決定版マスターピースとしての商品力というものを常に意識しています。なので、まあ、10人好きなパワーが好きな方がいたら、10人誰から見てもパワーだと認識してもらえるような表現であったりだとか、まあ、これ一つ持っておいたらパワーの商品としては満足していただけるようなものを作るように意識しております。そのアニメ自体、客観的に作品を見て、動画でも見て、静止状態でも見た上で、作画自体の特徴をこう捉えていくようにしています。で、一番の特徴としてあるのは、今回はすごく全体的にくすみのかかった色っていうところが特徴だと思ったので、全体的に色サイドが出すぎないように、シーンのトーンというか色のトーンが統一して見えるように工夫しました。アニメ本編にはナマコの悪魔との戦闘シーン、そこでビルから落下する印象的なシーンがあるんですが、まあ、その落下した後体液とかで汚れて、こう紫に体液で汚れたりもするんですけど、その汚れたりする前、落下していくところ、まあ、印象的なこう浮遊感があるシーンをイメージに置いています。こう服のなびきだったりとか、こう芝感というところがあるので、そういったところをこうしっかり陰影、ハイライトとシャドウを用いて、立体をより引き立てるような、情報量を出すような彩色を心がけています。髪の毛の彩色に関しては、実際の人間の髪の毛、繊維と繊維の間から光が透過するような形を表現したくて、実際は質量を持ってしまったパーツですけども、クリアパーツを用いることで光を透過して透けるような感じを表現しています。やっぱ肌の質感であったりとかは、もともとの色彩設計にあるようなくすんだ肌の色のトーンを再現しつつも、暗くなりすぎない柔らかさと、まあ、可愛らしさというか、そういったものが表現されるように工夫しています。ベースに関しては、前作チェンソーマンデンジと共通のイメージになっています。たくさんのゾンビたちが惨殺されるシーンが元になっていて、傷口はより生々しく艶やかに、でも作品全体の雰囲気として、あまりこう明るい血を使わずに、暗いグロテスクな脳みその隙間であったりとか、こう臓器からにじみ出てくる血みたいなのをこうイメージして彩色しています。やはりこういう戦闘シーンをイメージすると、パワー自体にも返り血の表現が必要となるなと考えたんですが、返り血の量であったりだとか、どこにどういうふうに置くかということは、パワー自体のキャラクター性であったりだとか、まあ、この作品上どういうふうにパワーを見せたいかということを考えたときに、プロデューサーともともに適切な量や表現としてつくように調整しています。このクリアパーツのベースのエフェクトに関しては、実際の血はクリアではないんですけど、ものとしての見た目の面白さ、それでいて光をクリアパーツは透過するので、クリアカラーを使用することで色のグラデーションが出るように工夫しています。武器類に関しては、武器とそれ以外の地っていうところで差別化を図るためには、やはり武器の方により武器としての地の意思を持たせる必要があったんですね。なので、地の武器っていうのは何だろうということを考えたときに、やっぱり武器としての強度であったりだとか、硬質感というものが謳われないといけないなと思ったので、最終的にはメタリック。で、かつ、輝度感であったりだとか、色の幅を出すためにキャンディ塗装っていう手法になりました。スタチューならではの存在感から、パワーが現実にいたらというような感覚を感じてもらいたいだとか、細やかなディティール、情報量をさまざまな角度からこう見て楽しんでもらえたら嬉しいなと思います。